皆さんどうもこんにちは。今回もピクミン4の続きからやっていきます。前回は謎の洞窟に入って、葉っぱ仙人って人に遭遇したんだったな。それで段取りの試練が始まって、なんとか初段をクリアしたのよね。今回は2段からスタートです。また一筋縄ではいかないんだろうな。さあうまく段取りしていきましょう。今回のクリア目標は、資材を必要数集めて仙人のところまで行くのが目標だって。そう言われるとなんだ楽勝じゃんって思うのよね。でも実際は忙しい地獄だと思うぞ。あっすねー、雪玉飛ばしてくるやついるじゃねーか。おなじみのお邪魔原生生物だね。ちょっとおっちんはしばらく待機してて。おいたネギは忘れてた。さあこれでこの先に進めるでしょう。容量が悪いのがウプ主のいいところなのに。容量が良くなったらウプ主じゃないわ。泣いてもいいかな。確かにウプ主はどんくさくて容量悪いけど、ルール上いかに手際をよくこなしていくかが問われるからな。泣いてもいいかな。タネギを使えば水こんにゃくって一撃で壊れるのね。めっちゃ時短になったんじゃない？ああ、かなり時間が浮いたぜ。ってことで他の水こんにゃくも破壊しちゃいましょう。なんかちょっとした裏技を発見した気分だわ。もっと早く知りたい情報だったけどな。とにかくこの極寒の中ではタネギが貴重。ピクミンたち、寒いと思うけどこのタネギでなんとか作業頑張ってね。この坂を完成させられたらじいさんのところまで行けるのね。なんだよ、この距離ならじじいが降りてくりゃいいだろうに。それじゃあ試練にならねえだろ。さあタネギピクミンは私と一緒においでー。この辺の小さいのはオッチンに任せましょう。さすがは猛犬、やってくれます。ドアの前に猛犬注意ってシール貼ってある家って威圧感すごいわよね。小学生の頃とかあのシール見ると理由もなく怖かったなー。ウプ主は狙いやすそうだしな。え？作業の邪魔になりそうな原生生物はどんどん倒していこう。邪魔にならなさそうなものでもストレス解消のために倒していってもいいわよ。発散方法が間違ってる。あ、ここにも巨大な水こんにゃく発見。大きさに関係なく一撃かよ。キャンプでも松ぼっくりを火種にするって見たことあるし、松ぼっくりはそれだけ優秀なのよ。あー、こいつお邪魔雪玉虫じゃん。成敗、成敗。こういうのは早めに倒しておくべきだな。その通り、邪魔する奴は問答無用に駆除よ。残る資材の数があまりにも多い気がしないか？もしかして手遅れとか？諦めるのはまだ早い。そうよ、資材なんていつもサクサクっと集めてるじゃない。お宝とは違うんだし大丈夫よ。そうかな？まだ間に合うのかな？おいおい、まだ2段だぞ。ここでつまずいてちゃ先は無理だぜ。そうだよね、こんなところで止まるわけにはいかないよね。どんどん資材を運んでいこう。建築班も今か今か止まっているぜ。このエリア結構な広さになっていることがわかりました。あの仙人、2段なのに本気出しすぎじゃない？やっぱり求められることは難しかったか。種火ピクミンで火を灯しながら少しずつ作業を進めているんだけど、思うようになかなか資材が集まってない。建築大好き親方みたいな助っ人とかいないのか？そろそろ時間じゃぞ。あのじいさん仙人だかなんだか知らないけど偉そうに。次会った時は脳天かち割ってやるわ。ダメダメダメ。前回は原生生物すべて撃破だったから多少はやりやすかったけど、今回は資材の回収だから簡単にはいかない。いよいよ残り時間が少なくなってきたぜ。やばいわ、資材を回収しないと。これはどうか？間に合うか？このお邪魔虫も気になるし、もうやることがたくさんよ。こいつを倒さないと運搬を妨害されるぜ。ああ、やめろー。突然の雪玉にビビってピクミンたちが止まっちまった。うわぁ、あと少しなんだ、間に合ってくれー。残り15個。これはダメなのか。惜しいなー、前回の最初の挑戦もそうだったけど、絶妙な数と時間。うわぁ、これはもう。ほんと時間配分マジで大事。できない奴が言うのもなんだけど。ちょっとでも無駄なことはできないのよ。私無駄なことしかしない人なんだけどね。前回の反省を踏まえてやっていけば多少はうまくやれることだろう。そうよ、残り2分半だけどあと必要な資材は15個じゃない。ほんとだ、ちゃんとできてる。やっぱりどんな人でも何度も挑戦することが大事ね。私ができたらみんなも絶対できるってことだね。おら、ここにも資材の山があったぞ。ここで資材10個確保できるぜ。残り5個もその辺にあるんじゃない？さあピクミンたち、この資材の運搬をお願いね。オッチンはこの虫を駆除しちゃって。簡単に言うけどな、こいつバケモンだぞバケモン。オッチンもだいぶバケモンだから大丈夫でしょ。誰がバケモンだこら。ピクミンたち、なんとか無事に運んでくれ。よし、みんな行ったわ。そしてオッチンは一人であの虫を倒しているという。さすがはオッチン、やっぱりやればできるじゃん。あいつが雪玉に夢中になってたからだろ。恐ろしく頼もしい宇宙犬だぜ。ついに資材の残りが5個になりました。そしてちょうどここに5個あったから運んでもらいましょう。
今回は絶対にクリアできる。待ってろ葉っぱ仙人。俺帰れねえじゃん。オッチンはちょっとそこで見ててねえ。資材運搬班が到着するまで待つぞ。来た来た、これでクリアしてあの仙人をボコボコにするわ。目的が違う。みんな落ち着いて、ここは通れるからね。猛犬が待機しているけどスルーで大丈夫よ。誰が猛犬だ。そうそう、その資材をオニオンに入れて、そこから粘土になって坂を作る。どういう原理なのかはさっぱりわかりません。じいさん高みの見物はもう終わりよ。今すぐそこに行って残りの段位もらうんだから。そういうルールはありません。ということでリベンジ成功、なんとかクリアできました。二段合格ね。もう一回やればさらにタイムを短くできそうだけどな。段取りが悪い私でもクリアできました。報酬は何かな？豪華焼肉セットかな？それとも温泉旅行券とか？絶対違うと思う。やりましたよ仙人。ほほ、合格じゃ、次の回で待っておるぞ。報酬よこせこらー。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のみーです。今回は何やら困ったことがあるから来てほしいと頼まれて、とある村にやってきました。困っている人に優しくてお差し伸べるなんてさすがは霊夢ちゃんね。霊夢はいやいや来たでしょうが。この村は何に困っているんだ？血液不足とか。それはお前だろ。じゃあここでみんなに問題。この村は一体何に困っているでしょうか？ノーヒントでいきますよ。なんだろう。あ、もしかして。さあわかった人はいるかな？農作物が育たない。正解。いやー、そんな気がしてたんだよね。答えようとしたらマリサに先越されちゃったわよ。お前ら全くわかんねえって顔してたけどな。あー、答えたかったな。この村はここ最近作物が育たないんだって。別に気候も普通にいいし、何がいけないんだろうか。誰かが育つ前に引っこ抜いちゃうんじゃない？まさかの人のいたずらかよ。村の人もそれを考えて見張りをつけたりしたんだけど、人のいたずらではないみたいなんだ。じゃあこの土地の土とか水が合わないとか。直接村人に話を聞いて原因を探ってみようか。そうだな、もしかしたら何かがわかるかもしれないぜ。まったくどうしたものか。水や肥料を適切な量を与えても育たない。ああ、他に何か原因があるのかもしれないな。今までは育っていたの？ああ、全く問題なく育っていたよ。過去にもこういう事態になったことはないか。確か100年前に作物が取れなくなったとかなんとかって伝承があったな。それってもしかして、100年周期で起こっているんじゃない？フランの言う通りかもしれないね。食料がどんどんなくなっていくよ。このままじゃ私たちは全員倒れてしまう。なんとか作物が取れるようにしてやりたいけど、そんなこと簡単にできないしな。あ、できるかもしれない。え？ちょ、うぷ主、できるかもしれないって一体どういうこと？私たちご覧の通り農業の知識もないし、急に作物を取れるようにするなんて、霊夢の言う通りだぜ。農業の知識とか必要なく作物を一瞬で出せるんだよ。そんな魔法みたいなことができるはずないよな。ああ、そこの黄色い魔法使いならできそうだが、紫の狐には無理だろ。まあまあそう思うのも仕方ないさ。で、一体どうやって一瞬で作物を出すっていうのよ。TNT を使って。え？ちょっと待て、今なんて言った？ TNT。TNT で作物を一瞬で出すなんてそんなことできっこないよ。もし TNT なんか使ったら畑がこっぱみじんよ。いやいやいや、畑はそのまま、作物だけを一瞬で出す TNT だよ。そんな TNT 聞いたことないね。ああ、私も聞いたことないしそんな TNT があるなんて信じられないぜ。それじゃあ今から魔法の TNT をみんなに見せてあげよう。本当に TNT でそんなことができるのかしら。それじゃあ TNT の紹介をしていくよ。ここにある TNT 全部が作物系なの。うん、作物とか畑に関係する TNT だよ。キャロット TNT。まずは穀類を出現させる TNT から紹介するね。畑が爆破する未来しか想像できねえ。この辺に設置して、TNT に火をつけるよ。ひーっと、どうなっても知らないわよ。穀物が。本当に生えた。信じられないわ。あ、はっはっはっは。どうよ、これぞ。女神の TNT だ。女神の TNT、私にぴったりね。どこがだ。ね、本当に TNT で作物を一瞬に出せたでしょ。うん、びっくりしたよ。他にもいろいろな農作物を出せるから引き続き紹介していくね。こんなに素晴らしい TNT 初めて見たわ。TNT が生活を豊かにしてくれるなんてな。お次はポテト TNT。フライドポテトが出てくるのかな。なんで調理済みなんだよ。じゃあポテチかな。じゃがいもだよ。ポテトかもん。おお、じゃがいもが畑に出現したわ。一体この TNT はどうなってんだ。
困った時は TNT って覚えておくといいかもね。ただしこの TNT 限定でな。さあさあどんどん紹介していくよ。ねえねえ、大金が出てくる TNT はないかしら。ありません。次はみんな大好きキャロット TNT。人参苦手な人多いだろ。いでよ馬、なんで馬を呼ぶんだよ。これで人参パーティーができるね。やったー、人参パーティー人参パーティー。お前そんなに人参好きじゃねえだろ。このように、人参もあっという間に生えました。さっきまで何もなかった畑がもう作物だらけだぜ。こりゃ村人からたんまり報酬をもらわないとね。お前は何もやってねえだろうが。こちらは一風変わって。というかな、ネザーウォートだよ。これならわざわざネザーから持って帰ってこなくていいわね。ああ、確かに便利だな。そしてこちらは。おーおー、キノコだぜ。そういやマリサってキノコ好きだったわね。そういうキャラだってすっかり忘れてたよ。どういうキャラだよ。これはご覧の通りスイカです。スイカも出せるのね。畑からはみ出ちまってるぜ。この量ならスイカぶつけ合戦ができるね。やるなよ。まさか本当に TNT を使って作物を一瞬で出しちゃうなんて驚いたよ。なんたって女神の TNT ですからね。この女神霊夢ちゃんのように、人々に幸福をもたらすのよ。お前は女神ではねえだろ。これでこの村の人たちは安心して生活できるよ。でもこの TNT の凄さはこれだけじゃないんだよ。え、他にもまだ何かあるのか。さて、これはどんな TNT でしょう。村人を地獄に落とす TNT、怖いわ。正解は、一瞬で耕す TNT でした。すごい、本当にここが畑になっちゃった。これで少し整えれば畑が完成するな。これならだいぶ作業が楽になるわね。さらにこの TNT を使えば。程よく水が出た。私の知ってる水の TNT は、一瞬で湖ができますってレベルのものだけど。このウォーター TNT は農業に特化してるから、量がちょうどいいんだ。この耕した土地に穀物 TNT を使うと、一瞬で畑の完成。さらにこれを使えば、一瞬で一面を花畑。こりゃマジで女神の TNT だな。TNT は時に人々の暮らしを助け、人々を笑顔にします。TNT って素晴らしいね。この素晴らしさをお姉様にも見せてあげよう。うわぁ、それ普通の TNT だー。